はい、皆さんこんにちは。今日はまずですね、新築マンション業界7大タブーの3ということでですね、売りたい人間に売るということについてお話ししたいと思います。新築マンション業界ですね、もう今はそんなことでもないんですけども、昔々まだ日本がですね、住宅不足であった時代、まあ、つまり今の団塊世代ぐらいがですね、一生懸命この家を買おうとしてた時代はですね、なかなか買えなかったんですね。買いたいと思っても買えないという時代がございまして、もうかなり昔なんですけど、そうですね、1980年代の初めぐらいまででしょうかね、抽選に何十回も落ちたなんていう人がいました。私より10歳ぐらい上の世代でしょうかね。で、そういう時代からのこう悪しき習慣っていうのは残ってまして、何かと言いますと、売ってやるという、その、まあ、上目線のこう売る方が偉い、買う方が買わせていただくというようなことをですね、時代があったわけで、その習慣がですね、連綿と今に続いているようなところがございまして、文句言うやつには売らないという、まあ、簡単にはそういうことでございまして、売る相手をですね、選ぶんですね。あなたに売ってあげましょうみたいな。 で、これは本当にその売り手市場であった時代の習慣なんですけども、今でもその濃厚に引き継がれておりまして、まあ、ちょっと人気物件みたいなのは、その一住戸につき登録が3件4件入って、抽選とかになったりしますよね。で、あれ、まあ、まともに抽選なんかしてないんですけども、どうしてるかっていうと、一番販売側として売りたい人間に売るんですね。で、売りたい人間ってどういう人間かっていうと、素直にお金を出して文句言わない人なんですね。こう、うちゃうちゃ言いそうな人はなるべく避けるんですよ。で、不動産屋さんというか、まあ、新築マンション売ってる業界の人たちっていうのはもうトラブル大嫌いでございまして、特にクレームが嫌いなんですね。だからクレーム、後でクレームつけそうな人にはなるべく売らないようにします。でも、そのね、売れなくてどうしようもないっていう時はしょうがないんですよ。誰にでも売って差し上げるんですけども、ちょっとでも売れそうな、あなたに買ってもらわなくてもいいよ別に、他に買う人いるからっていう場合は、もうその人避ける。で、まあ、さっき言ったように、素直で、不動産屋さんの言うことをよく聞いて、それで、まあ、お金も払える、ローン組める、現金で買うかどうかっていうのは、そんなに強く条件じゃなくて、ローン組めさえすれば販売側にとってはそれ同じ条件なんですよ。どっからお金が入ってこようといいわけですから。で、現金だって威張ってるやつでも、まあ、面倒くさいなと思ったら、面倒くさいなと思って他に売る人がいれば、もうそういう人はなるべく売らないようにするわけですね。だから今の新築マンションほとんどがですね、先着順ではなくて登録制ってなってますよね。あれはどういうことかと言いますと、変なやつは排除する。つまり、その人がその新築の住戸に登録を入れてきても、わざと他の登録を入れて で、抽選で外すということをしたりしています。まあ、ただね、どう言いましょうね、よほどこいつ面倒くさいなと思わせなければ、まあ、普通にぐちゃぐちゃ文句言うぐらいだったら、まあ、今ね、そんなにこう贅沢言えませんから、まあ、抽選に当ててくれたりもしますけどね。ただ、これ勘違いして、こう自分たちは客なんだ、買ってやるんだって偉そうにしてると、いつまでたっても買えないと。いうこともあり得ます。まあね、お互いの駆け引きみたいなところありますから、その、いい人ぶる必要は何もないんですけども、言いたいというか、言うべきことは全部言わなきゃいけないんですけども、下手にそのね、絡んで、その嫌な人間だと思わせると、いつまでも新築マンションは買えません。はい、皆さんどうもありがとうございました。